こんにちは。こんにちは。北村チャンネルです。さて、今年も2021年残りあとわずかとなりましたね。そうですね。カメラ業界も、まあ、いろんなカメラが出て、はい、結構盛り上がりましたけれども、はい、どういうカメラが注目されていたのかというのをですね、まあ、北村の YouTube チャンネルの動画の視聴回数、再生数ですね、まあ、これをちょっと振り返りながらですね、はい、まあ、どういうカメラが注目されていたのかということを振り返っていきたいと思います。はい、はい、最後までお付き合いください。それでは早速第10位からの発表です。第10位は2021年11月13日公開のニコン Z9 先行体験レポートという結果になりました。はい、はい、こちらはもうつい先月ですもんね。はい、最近、ね、はい、ニコンプラザさんの方にお邪魔してですね、まあ、取材してきたんですが、まあ、実際触ってみて どうでした？どこが一番印象残ってますか？やっぱりあの電子シャッターのみになってすごい連写数がアップした、まあコマ数で言えば30コマ、120コマの連写ができるっていうところも、まあ、すごいびっくりしたんですけれども、やっぱり Z9 触ってみてびっくりしたのはそのファインダーの見やすさでしたね。あ、はい、そうね、もうミラーレス一眼、あの EVF とは思えないほど滑らかな見え方をしていて、一眼レフユーザーもあれだったらきっと満足するんだろうなっていうような、そんな見え方をしてました。うん、若干ちょっと品薄でちょっとご迷惑をおかけしている方もいらっしゃるかと思うんですけどもね、ぜひお手元に届いたら使い倒していただきたいと思います。それでは第9位。第9位は2020年11月24日公開のキャノン EOS R6 と EOS R のカメラ比較動画ということで、はい、まあ、こういう比較動画ですね、まあ、実は我々もどういう結果になるかわからないで撮ってるんでね、実際撮ってみてね、あ、こんなに違いが出るんだとか、こんな風に進化してるんだっていうのがよくわかる動画になっていると思います。そうなんですよね、まあ、だから結果でね、我々もおーっていう、まあ、新鮮な驚きがあったりもするんですけれども、まあ、やっぱりあれですかね、 R ユーザーがまあ買い替えようかどうしようかみたいな感じで見られてるっていうことなんですかね。そうですね、やっぱり EOS R6 は、まあ、北村の中でもかなり売れ筋の商品ですから、皆さんこの性能っていうところを気になってたんだと思いますね。それでは第8位の発表です。第8位は2021年6月25日公開のオリンパス EP7 を徹底解説ということになりました。はい、はい、これどうですかね、たくさん使ってましたけど。そうですね、 EP7 やっぱりシルバーとブラックのあのクラシカルな見た目、クラシカルなデザインっていうのが目を引いたんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、また、まあ、EP7 あのデザインだけじゃなくてやっぱり手ブレ補正も入ってますし、まあマイクロフォーサーズってことであれだけ小型で持ち運びやすいってこともありますし、まあ、かなり一眼ミラーレス一眼を最初に始めたいって人にはおすすめのカメラかなっていうふうに思いますよね。うん、やっぱりあのデザインっていうのがですね、結構若い人からも人気があるようで、まあ、普段持ち歩くにもいいサイズで、うんうん、まあ、おしゃれ感覚で持ち歩けるっていうのも人気の秘密なのかもしれないですね。そうですね、はい、ぜひチェックしてみてください。第7位は2020年12月10日公開のソニー Vlog カム ZV-1 と α6400 で動画性能を比較ということになりました。はい、はい、まあ、Vlog 撮影用というかですね、はい、まあ、動画メインのコンパクトデジカメ ZV-1 ということで、はい、この登場で結構、まあ、YouTuber さんというか動画ユーザーさん増えましたよね。そうですね、やっぱり YouTube 始めたいって人この ZV-1 から始めたって人は多いんじゃないかなっていうふうに思います。うん、結構ね、あのチャンネルを開設するにあたってカメラを買うみたいな企画でね、結構このカメラを選んでる人が多かったように思いますよね。そうですね、はい、まあ、あのいろいろこう比較して撮ってますので、その実力のほどをですね、ぜひ動画を見てね、ちょっと確かめていただきたいなと思いますね。はい、はい、第6位は2021年9月21日公開のキャノン EOS R3 の先行体験動画という結果になりましたということで、はい、まあこれも本当に話題になりましたよね。そうですね、はい、もう R シリーズの最上位モデルとしてはやっぱりみんな話題を呼んだ機種ですよね。そうですよね、であの時に触って感じたのはやっぱりこの AF の性能がすごいですよね。うん、まあ、あれがあったらもう何でも撮れる、確かに撮れないものはないっていうような、そんな印象を受けました。まあ、あとやっぱり注目すべきは EOS R3 だと視線入力が
搭載されたっていうところですよね。まあ、ファインダーを覗いた人しか分かんないと思うんですけれども、本当に視線を動かした先に AF の枠がピュッて動いてくれるので、もう画期的だなっていうところで感動を覚えました。まあ、僕もあのいつものようにですね、被写体になって頑張って反復横跳び頑張ってますけど、AF フレームから逃げられないっていうかね、はい、なんかもう、こう振り切りたいんだけど、もうダメみたいな感じで、本当すごいですからね、もうぜひ皆さんもお試しいただきたいなと思います。第5位は、2021年1月5日公開の富士フイルム XS10 と XT4 の違いとはということで、結構あの富士フイルムのミラーレスって、あの今若い人たちから結構人気があるんですよね。そうですよね、若い人の富士ユーザー増えてますよね今。そうですね、という実は私もこの動画の後に XT4 を買いまして、今 XT4 をプライベートのカメラとして使ってます、うん、ついに買ったね、はい、やっぱりこの天面のあのデザイン、あのマニュアル操作ができるダイヤルのデザインとかはすごい気に入って使ってます。 XS10 も、まあ、XT4 に負けないような正直性能を持ってて、うんうん、まあ、価格としては XS10 の下でしたけれども、まあ、手ぶれ補正もちゃんとついてるし、まあ、撮れる絵は XT4 と変わらないですし、まあ、かなり検討しているモデルで、まあ、正直自分もこの2機種どっちにしようかなって悩んだぐらいでした、うん、まあ、その違いというかこの差はですね、ぜひこの動画でチェックしてください。第4位は2021年11月26日公開の富士フイルムインスタックスミニエボ先行体験レポートということで、もうこれは本当につい最近撮ったばっかりですよね。そうですよね、うん、もうこんなに注目を集めるとはっていう感じでしたよね。そうですね、やっぱ意外と最近チェキ、まあ、そういったフィルム系のカメラの注目度が上がってるっていうのが、まあ、これでよくわかりますよね、うん、まあ本当いろんな機能ついてましたよね。そうですね、インスタントカメラとは思えないような、うん、もう多機能な感じで、よりチェキを楽しめるカメラになってるなっては感じました、うん、もう本当にねチェキ史上最高性能というところで、うん、まあ、100通りの効果が楽しめるということでですね、はい、まあ、取り応えがかなりいいですね、うん、まあ、これもあのね富士フイルムさん、まあ、先ほどの、まあ、ミラーレスもそうですけど、まあ、やっぱりクラシックデザインっていうところで、うん、結構持ち歩くにもかっこいいデザインですよね。まあもちろん自分使いでもそうですけど、結構プレゼントとしても意外と定番だったりしますので、うん、まあ、ぜひご検討いただければと思います。それではここからはいよいよトップ3の発表です。では第3位、第3位は2021年2月3日公開の一眼レフ VS ミラーレスニコン D780 と Z6II の違いを徹底検証ということになりましたが、はい、まあ、やっぱり一眼レフユーザーさんが、まあ、今のミラーレスどうなのかなとちょっと気になって見る方が多いということなんですかね。そうですよね、うん、やっぱミラーレスにちょっと移行、ね、しきれてない人というか、うん、こう移行迷っている人っていう人が、まあ、この動画を見て、うん、もうあそこどうなんだっていうところをねちゃんと見てくれたんじゃないかなっていうふうに思いますけど、まあ、そうですね、まあ、見え方に関してはやっぱりね、まあ、ミラーをこうモニターが超えるっていうのは、ね、見え方に関しては多分ないとは思うんですけど、まあ、その分やっぱりこの情報量が多かったりとか、あと設定が反映されるとか、はい、まあ、あとやっぱりミラーレス特有の撮影性能ですよね、うん、やっぱりこう合計点でやっぱりミラーレスの方がこうレフ機を超えてきているのかなという感じはしますよね。そうですね、やっぱ総合的な使い勝手でいうとやっぱ一眼レフから今ミラーレスの方が上回っているような気はしますよね、うん、それでは第2位の発表です。第2位は2021年2月10日公開富士フイルムXE4 開発担当者インタビュー前編ということになりました。はい、はい、まあ、これ大人気の富士フイルムの開発担当の上野さんシリーズですね。そうですよね、はい、まあ、いつも本当にお忙しい中時間を割いていただいてるんですけれども、はい、本当にあの上野さんの話っていうあの単純にこう勉強になりますよね普通にね。そうですね、うん、本当にあの開発者の思いとか、うん、開発者がどういうところにこだわっているとかってカメラへの知識がより深まるなっていうふうに思います。そうなんです、結構前編後編と分かれて結構対策なんですけれども、これでもカットしてますからね。そうですねなんか僕的にはもったいないなと思ってついつい長くなっちゃうんですけれども、まあもちろん説明いただいてるね、まあ、そのカメラ商品の、まあ、説明もされてるんですけど、まあ、カメラそのものの知識が膨らんだりとかね、うんうん、はい、本当に結構ためになりますのでね、ぜひこれからもご覧いただければなと思うんですけども、
まあ、この XE4 もかなりこだわりのスナップシューターという感じでしたね。そうですね。なんでね、あのデザインになったかとか、まあ、スナップシューターらしさっていうのをね、この上野さんが語っているので、まあ、ぜひそこをね注目してみてもらえたらなというふうに思います。はい、それではいよいよ1位の発表をしたいと思います。第1位は2021年5月7日公開、キャノン EOS R6 と EOS 5D Mark IV の違いはという結果になりました。はい、はい、まあ、あの先ほど、まあ、3位と同じですね、まあ、一眼レフと、まあ、ミラーレス機の違いというところが、まあ、この1年結構見られているということですよね。そうですね、やっぱり一眼レフユーザーが、まあ、どうやってミラーレスに、ね、切り替えようかどうしようかって悩んでるっていうのが、まあ、よくわかると思います。うん、まあ、ただでさえやっぱりね 5D 系、まあ、ロングセラーですからね、まあ、ユーザーさんも相当いらっしゃると思いますんでね。そうですね、うん、でしかも R6 もね、もう非常に完成度が高いというところで、まあ、真剣に、まあね、レフ機から乗り換えっていうことを考えている方が、まあ、非常に多かったということですかね。そうですね、やっぱり、まあ、ミラーレス EOS R6 で、まあ、どれだけ性能が上がっているかっていうのが、まあ、この動画でよくわかると思いますので、まあ、そこもぜひ見てください。はい、ということで、まあ、あくまでも北村チャンネルの動画の、まあ、ランキングということで、まあ、入っていないカメラももちろんあるんですけれども、まあ、例えばあの今売れている、ね、ニコンさんの ZFC なんかもね、はい、今年よく売れましたよね。そうですね、まあ、めちゃめちゃ売れてますよね。まあ、それ以外にもやっぱりソニーで言えばフラッグシップの α1 とか、まあ、Vlog カム ZV の E10、うん、であとは、まあ、富士フィルムで言えばラージフォーマットの GFX100S とか GFX50S2、まあ、あとは、シグマで言えば FPL、うん、ペンタックスで言えば、うん、まあ、一眼レフ機ですよね。ケスリーマーク3、まあ、この辺が、まあ、注目機種としていっぱい出てきましたよね。ね、もう本当に欲しいカメラがいっぱい出てきたんじゃないかなっていうふうにみんな迷われていることだと思います。はい、ということで、まあ、今年2021年、まあ、振り返ってみましたけど、まあ、来年どういうまたねカメラ業界1年になるか楽しみですよね。そうですね、はい、ということで、まあ、長い時間ちょっとお付き合いいただいてありがとうございました。また、来年ですね、よろしくお願いしたいなと思います。はい、はい、それでは今年1年ありがとうございました。ありがとうございました。